チロルズ対チロルズの戦い2対1からの実況ですね。まあ、マサさんたちが2点差、2点目勝ってます。はい、お疲れっす。やっほー。上がれました。予選まだです。負けたらやばい。次負けたら落ちる。あ、一緒。落ちたとも落ちました。全敗。次負けたら落ちる。全敗です。やばい。あ、大輔さんと大輔、メイ揃っとってやばくない。いや、強かったじゃないですか、そしたら相手が強い。いや、俺はもう強くてもう、あ、でも東さん、菅さんたちは上がったんですけど。いいな、東さん、応援しに来てよ、東さん。じゃあ、逆に志保さんがこの動画で東さんに思いを告げたいな。どうせ東さんメッセージしょうもないことしか入ってないけん。そんなこと期待あんましてない。やけん早く見たい。いや、期待してないのに見たいんですか。どうやって見ればいいかわからんもんね。え、西畑のアカウント。西畑携帯持ってこんからね、早く昼見してもらおう、西畑の携帯で。いや、あれ、あ、え、だ、誰も入れるじゃないですか、自分の携帯でアカウントさえあれば。そうなん。はい。え、分からんけど。分からんし。え、多分そうですよ。え、今アウトじゃなかったかな。あら、順平の審議も通らず。あああら、もう歯医者に行く、うん、嫌な理由がもう周りからめっちゃ言われるのが嫌なんですよね。私が勝つっちゃろう、これマサ次第かなって感じ。いや、まあ確かに言えとる。いや、俺も今日ふかしまくったけど。いや、落ち着いてる。見習おう。今日物物終わったら飯行こうや。うん、一緒チーム。はい、背大きいね、りょうたろって。意外とりょうたです。りょうたです。りょうたろはゲイです。あれか、ともきのセフレか。そうです。あの、あいつ、あそこで頑張ってます。あ、出た、フェイント。でもあそこにフェイントされたら取れんけどさ、グーでさ、もうちょっと後ろにされたら取れるやん。あ、はい、あそこやったら取れんやん。やる、うまい。あけびがするやつ、あそこは取れんもんな、誰も。もう12時やん。うおぉ、順平飛ばしましたね、今思い切りました。うわ、前衛があれやね、3年対2。次負けたら3日は嫌だ。どこですか。このグルーバーズ。グルーバーズ、なんか、あの、コウスケさんと、はい、あの、京成さんが予選で負けたらしい。あそこに？まずいね。マジっすか、ちょっと。でも、まあ、予選の状況は最悪やってん、環境が。やけど分からん。そっか。もう予選全勝やったのに。それな、予選全勝やったわ。俺はもう全勝やったのに全敗しつつも。泣きそう。敗者で優勝するしかないね。ですわ。いいの、よう取るな。おいおいおい、2枚でいいって。爆破こんだけ頑張っとったらほんと毎時代やね。はい、だってスパイカーのアウトは後衛はどうしようもできんけんね。ブロックとかならまだあれやけど。はい、チロ対チロやけん何言ってもいいやん。ああ、ほんとや。なんか言われたんかな、誰かに。分からんすね。どうなんでしょうね。なんか、まあ、うん、どうしようかな。今言うべきかな。まあいいや。
そのあなんか心当たりある人がおるらしいんですよね。そうその相手チームのことを言ってそれを 見られるってことか。誰でも見れる喧嘩。そうじゃないですか。え、でもそれがクレーム来たとかじゃなくて多分幹部の人が、うん、これダメじゃねって言ったんじゃないですか、ね、事前に防ごうみたいな。事前に。だってクレーム来たら西畑にもあるっすもん。はい、もうストレートに打てってボールインボールインボールイン。あれ好きやな、なんか決まるんかいな、あれ。で、体勢何対何。あ、見えた。どっちが8。12対8でマサのとこは勝ってます。でもね、順平も順平たちも負けたら予選落ちっぽいらしいです。はい、マサたちも。どっちか予選落ちですか。もうそういうことかも。同じパートに入ってるってことだよ。チロ予選落ちがいっぱいいるそうです。俺っていやでも俺らのチームリョータがいるんで、リョータがブロックしてくれたらマサがいい。マサがいいかな。確かに。でも枠が弱いな、向こうやな。そうやな、こっち硬いもんな。いや俺マジで深さっすもんね今日。マサですか？俺ですか？引かすとき。ああ、なるほど。かぶりすぎとる。うま、仕方よ。なんじゃん。なんやあいつ。なんや。後輩にしか好かれんけんね、ほんと。ナイス。今後ろ向いとった。危ない。さあ、多分結構な確率でマサンとか勝つかな。大丈夫かね。ショーマがもうバレーできるったりな、あんなに。でもなんか医者には止められたらしいですね。まだやったらいけんって言われとるけど、やってやるよ。ちびコアラの皆さんは至急コートにお入りください。繰り返します。第6コート12試合目、チビコアラの皆さんは至急コートへお入りください。はぁ、暑い。なんか風出てきてないですか。こんぐらい全然。いやまあ影響はないですけど、なんか波がさっきより全然ある。何対何かな。再度お呼び出します。終了です。何対何でしょうか。12試合目、チビコアラ17対13でマサノとか勝ちました。おめでとうございます。さよなら。繰り返します。